食べ物のことをよく知り、おいしく楽しいお食事をして、心も体も元気になろうということです。千葉県では一人一人が千葉県の豊富な食材を上手に取り入れたバランスの良い食生活の実践をしていただくことを目指しています。そこで各地域で千葉食育ボランティアの方々にご活躍いただいています。千葉食育ボランティアとは、私たちの活動は農業体験や食に関する講話、地元食材を使った料理教室などを行い、参加者が食への興味を持ち学んでいただけるようにサポートする活動です。令和3年度現在で約3800名のボランティアの方々が活動しています。じゃあ、畑に行く時の準備するものをこれから説明していきます。でこの時期ですとお芋が掘れるのと、あとはブロッコリーとか葉物が取れるということで、それに付随するものとして、まあ、お芋掘り用にこういうシャベルが必要なので、シャベルとか、あとは収穫用のハサミですね、ハサミをまあ大体人数分用意して持っていきます。はい、こんにちは。こんにちは。これから畑にお野菜を収穫に行くんだけど、畑まで、ちょっぴり歩く、5分ぐらい歩くけど頑張って歩いてください。はい、で、みんなに一つお手伝いをお願いしたいと思います。これ一輪車なんですけど、大きい子がいいかな、押してくれる人一人。あ、ありがとう。じゃあ最初お姉ちゃんが押してください。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあこれから畑に移動するので、車に気をつけてね、歩いていくよ。はい、後ろついてきて、はみ出さないよ。はい、そうですね、やっぱ小さい子は何をするかわからないので、とりあえず怪我に注意しなきゃいけないっていうことと、それが一番ですね。はい、行き帰りの道路ですよね、そういうところでの交通ルールを守るとか、畑では隣が水路になってますので、そこに落ちないようにですとか、あとハサミを使うことの注意みたいなことは、親御さんを含めて小さいお子さんにも注意喚起をするようにしてます。見て、ここにどこにブロッコリーあるか発見できるかな。あった、そうそう、葉っぱの中にブロッコリーはあるんだ。探すとあるでしょ。あったここの、そう、それそれ、切れた、切れた。はい、じゃあ誰かこれ抜いてくれる人。はい、じゃあお願いします。せーの、取れたよ。わ、すごい人間だ。取れた。取れたね。そこにマッサン長いのよ。ねえ、鼻がいっぱいついてる。いやー。おー、取れた。おー、抜けたね。あら。お兄ちゃんの人参はいっぱい足が生えてる。生えた形だ。取れた。収穫体験ですと常にお客さんが来るというか、可能性がありますので、季節に合った野菜を常に途切らせないように作付けをしておくということと、まず通路を少し広めに取っておくとか、あとはそうですね、子どもさんがどうしても踏んでしまったりとかいうことは多々あることなので、踏まれても惜しくないというか、すぐリカバリーできるような野菜をチョイスするとかということを気をつけてます。じゃあみんな、さつまいもはね、このつるの下に植わっているから、少しこのつるの周りを掘ってごらん。あ、これかな。あった。あった。あった。ね、ちょっと地面を柔らかくしといてあげるね。そうするとね、掘りやすくなるからさ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。
しょ。大事にしているところはやっぱり野菜がどのような形でなっていて、それをどういう形で、収穫して、まあ、流通して食卓に上がるまでが分かってくれるといいかなと思います。本当に、スーパーに並んでいる野菜は綺麗な形のものばっかりですけど、そこに至るまではいろんな、ね、形の野菜もあるし、もう日本足の大根もあるし、形の悪いものもあるんですけど、まあ、そういうのすべてくるめて、農業というか野菜というか、そういうのを分かってもらって、まあ、食べ物を大事にしてもらえたらなと思っております。どうやテープ止めをすると、あのお店に並んでいる状態と同じような感じになるので、お店の野菜の親近感が湧くというか、あ、農家さんってこんなことやってるんだなっていうののお勉強になるというか、綺麗に形整えて、あのサイズも合わせて入れてあるんですけど、それを整えてあの袋詰めするっていうのは結構な手間と時間がかかるんですよ。そういうのをあの大人の人に知ってもらいたい。それだけ手間をかけて、あの洗って選別していらない葉っぱを取るとか、形を揃える、サイズを揃える、で100円ってどうなのみたいなことをちょっと皆さんにも問題提起というか、野菜の値段を考えてもらえることをきっかけになればなと思います。はい、じゃあこれからピーナッツバターを作っていきます。はい、みんなピーナッツバター食べたことありますか？はい。もうこれはね、今日ねお家で作れるピーナッツバターだから、ぜひね覚えていって、お家でも作ってみてください。はい、じゃあ作り方の説明するよ。最初にこれなんだ、ピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツと、これはバター、バター、これはお砂糖です。お砂糖、はい、それからバター、バター、バター、うん、でこれを混ぜて、この機械の中に入れて混ぜるだけなんです。で、今日はみんなにこの機械を押して混ぜてもらうことをやってもらいます。イエーイ。はい、で、すごい音がするからびっくりしないでね。じゃあ最初にこの材料をこの中に入れてもらいます。はい、じゃあこれに、いいよ、これの中に、そうか、うん、あ、すごい、固まってる、ね、固まってることはね、はい、じゃあ、すごい、次はじゃあ、お砂糖は全部、全部、あ、全部、最後、じゃあ、はいはい、こぼさないようにね、すごい、はい、で、こんな箱に入れようか、いいですか、すごい音がするから、で、これをね、これをここね、ここを押すと、グワーンと大きい音がするのね。大きい音するから、びっくりしないようにすることと、あとはこれ順番でみんなで回しっこしようね、順番でね。やっぱり基本は食べることは生きることっていうところだと思うので、まあ、その食べるものがどのようにして作られているかとか、まあ、食べる時にいただきますっていう感謝の心をと、あの、育むみたいな中で、まあ、収穫体験で野菜を取ってもらって、それをまあ食べる、畑から食卓までというような活動を通してもらって食べることに感謝するっていうのが教えられるかなみたいなところが、やりがいを感じているところですね。すごいピカピカ。あ、そうだね、ちょっとピカピカになってきたね。ピカピカ、甘い匂い、ね、で、なんかさ、量が少なくなってきちゃったよ。わー、つきやすいよね、最初甘い匂いだ。それね、もうちょっとすると出来上がりになるから、あと、じゃあみんな5回ずつやろうかな。はい、じゃあもういいかな。ずいぶん
な滑らかになったよ、ほら。おお、すごい。これでいいや。もうこれでいいや。ね。はい、じゃあ出来上がりました。こんな感じです。トロトロだ。ね、トロトロのラブバターができました。じゃあこれをパンに乗って食べてみます。どうですか？美味しい。美味しい？くない。あ、美味しい。自分で作ったから。自分で。甘さ美味しい。やっぱり自分で食べるものを自分で作ると、苦手な野菜も食べられるようになったりだとか、作るって楽しいよねとか、みんなで作って食べると美味しいよねとか、そういうのがやっぱ食欲ですごい大事なところかなと思ってます。で、今日きっとね、みんなブロッコリーを畑で取ったと思うんですけど、まあ、苦手な野菜も自分で畑で収穫してきたんだよねとかっていうのをちょっとストーリー性を持って、調理して食べると、あ、そうだな、美味しい、今日僕が畑で取ったんだよねとか、そんな感じで食べやすくなるし、愛着を持って食べられるかなと思ってます。うちの場合は野菜の収穫とピーナッツバター作りみたいなことを日本柱でやってますけど、大人の方も含めてですね、まあ、野菜の収穫、それからちょっと出荷の体験、まあ、野菜の値段が妥当かどうかっていうのを大人の方には問いかけることができると思うので、あとはですね、ぜひ種まきから成長の過程も見てもらって最後収穫みたいな感じでシリーズ化できていければいいかなと思ってます。食育はとてもエリアが広くって、例えば畑で農家体験ができる方、あとはお料理が得意な方、それから子供が好きな方、もういろんな方々ができることなので、ぜひやってみたいという方は今すぐ始めると楽しいと思います。食べることは生きること、とても大事なことですよね。皆さんもできるところから少しずつ取り組んでみませんか？県では千葉食育ボランティアを募集しております。今回は一例として農業体験の取り組みをご紹介しましたが、ボランティアの方々は他にも様々な取り組みをしています。千葉食育ボランティアに活動を依頼したい方は県にご相談ください。千葉の恵みで満点笑顔、千葉の食育